クレイキャロウェイの復帰作だ。黙れ山嵐、ルビーの話はするな。奥さんの影響を受けた曲がたくさんあるって聞いた。全てだ、全てそうだ。そう、一人ぼっちでいて二度と歌わないなんて。よせ、お前は何も分かっていない。かつてのロックスターはもういないんだよ。クレイ、もう一度演奏して。ちなみに歌えばあなたに戻れる。クレイは伝説的なロックミュージシャンということで、オリジナル版では U2 のボノさんが声優を務める。ボノさんだ。そう、さあそれを日本語版では誰がやってるか、出ないか出ないか、皆さんちょっと待って、誰だ、当てたいでしょう。歌う人ですよね、だからね。そうね、そうね、アーティストさんですね。絶対歌手の方よ。そうですよね、うん、どっちにしろ俺はもう歌えやしない。何みんな制限時間が無限だと思ってる。あ、さあどうだ、正解はこちら。何から始まるか。いろいろご指導いただきまして、非常にこう勉強になる作業でした、ね。選択肢はいつもある。正しいものを選ぶ勇気がないだけだ。歌うことへのやはりちょっと恐れというか、ちょっとビビってしまう気持ちっていうのはすごくよくわかるし、やっぱりそういうことを乗り越えてまたその次があるんだなというのは、まあ、自分のその、普段やってること、歌ってることにもこう通じてるなと。みちょぱ、お見事、大正解。ビーツの稲葉さんなんです。すごい。噛んでいきましたけど、ちょっとこれに関してはすごいよ。さあ今回稲葉さんは吹き替え初挑戦で、皆さんもちろんのことながら、うん、本編では歌声も披露しているということなんです。いやー、これまた楽しみになりましたね。